なんかそのつなげる一つのなんか接着点になってたら嬉しいなと思っていつもやってますけど。一回一回本気でやりきるっていうのを個人的なあのモットーにしてるんですけど、今日もできたかなと思います。こんにちは、ライトです。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。お願いします。じゃあレインボーさん行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日、仰がせていただきます。お願いします。千葉県市川市にあるレインボー元八幡。種類豊富なお風呂とサウナは2種類、高温サウナとオートロウリュがある瞑想サウナ。水風呂は地下水かけ流しとサウナ好きが集う施設だ。今回の湯の浦はレインボー元八幡で熱波を行うライトさんの出勤の瞬間から密着を開始した。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土日も上がれてましたよね。土日ももちろん行ってました。大丈夫ですか今日あちあちレインボーで。大丈夫ですよ、もちろん月曜に向けて仕上げてますから。ありがとうございます。今日結構いろいろやっぱりライトさんのお客さんも毎回のように来てるんで、あ、楽しみですね。はい、あちあちで行きましょう。あちあちで行きましょうか、はい、ね。で最後はもう本当にやっぱり名物の激アツで、あちあちで最後はもう激アツですね。お客さんやっぱり熱いと思ってるんで、はい、そういう感じで行きますか。そうですね、はい、やっぱりレインボーってその通常110度から120度あって、うん、もう常に普通の他の施設さんに比べるとかなり暑い施設なんですよ。で熱波に対してもやっぱりお客さんって暑いのをすごい求めるっていうのは、もう最後になるとそもそも仰がれてあっちっていうこう逃げ出すぐらいやることもあるんですけど、むしろでもそれはお客さんが求めてて、でそれを求めてライスさんのお家に行くとかいうお客さんがすごく多いので、逃げ出すような暑さっていうのがまあ大体僕らが話して知る激アツで行きましょうっていう感覚ですね、はい。もちろん全部がそういうわけじゃないんですけど、でも最後はやっぱりしっかりこう熱くなって体に熱が入った状態で水場に行ってもらうと、あの思いっきり整ったりもするので、はい、まあ、そんなお手伝いができたらなっていうことで、もちろん安全第一でですけどやってます、うん。ライトさんと熱波を行うスタッフ安さんに、ライトさんとはどんな方なのか聞いてみた。ライトさんはもう本当に月曜日に毎回来ていただいて、いろんなことを教えていただける、まあ、先生でもあり、まあ、お兄さんでもありますね。例えば僕がある施設に行くときに相談したら、いやあそこの施設さんは投げ技とかこういうの必要になるからって言ったときに、いや本当教えてくださいって言うと本当に丁寧に教えてくださって、スタジオでもスタジオを撮って一緒に練習をあの付き合っていただいたりとかしてるんで、本当に、まあ、お兄さんであり先生であるっていう感じですね。そうそう、僕がライスさんの熱波を受けに行った時に、ライスさんの熱波をレインボーで受けられる方が違う施設であって、そのお客さんにお話しかけられるとかライスさんのファンの方とかもちょこちょこお会いするんで、そういうのはもう本当にありますね。気づいたらお客さん同士がつながって、違う施設のレストランで一緒にご飯食べたことが面白いですよね。そういうのも全然なんかね、こう熱波を通してお客さんのコミュニティも広がるみたいなの、うん、結構あるんで、うん、それはでも嬉しいことですよね、うん、本当にね。そのお客さんのこう中心にいるような感じなんですかね。中心という感覚は特にないですけど、なんかそのつなげる一つのなんか接着点になってたら嬉しいなと思っていつもやってますけど、でもやっぱ毎回来られてる時にお客さんはそのライズさんに話しかけに行って、いや今日も良かったですとかなんかいろいろこう話してて、結構ライズさんはお客さんとの交流もされてるんで、そこでねなんかお客さんとの距離も近づいて、ファンもすごくファンがついてるっていう印象はありますね。
まあ、熱波も好きなんですけど、熱波を通じてこうお客さんとコミュニケーションを取るっていうことが実は一番好きなので、うん、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、それは前からおっしゃってますもんね。それはずっと言ってますね、うん、最初から。よし、じゃあ行きますか。失礼します。準備が整い、ついに熱波が始まるようだ。はい、失礼いたします。失礼します。それでは、8時半になりましたので、本日最初の、ですね、ご様子を始めていきたいと思います。本日も電波の手話からお越しいただきありがとうございます。はい、この時間担当させていただきます、青木さんのライトです。はい、電波スタッフの安です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎回本気でやりきるのがモットーだと語るライトさん。この日も高温のサウナ室の中で本気の熱波を行い、お客さんへ最上級の風を送り届けたのであった。いやでも終わった後の気持ちはどんな気持ちなんですか？そうですね、楽しいです。やっぱり一回一回本気でやりきるっていうのを個人的なモットーにしてるんですけど、今日もできたかなと思います。熱波を終えたライトさんはシャワーを浴び、その足で向かった先は、では皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。ああ美味しいですね。アウフグース号最高ですね。食事が済んだところで、さらなるライトさんの思いに迫った。普段は IT 系の会社で人事をやってます。会社は、まあ、転職もしてますけど、普通に働いてて、その、まあ、普通に平日夜とか土日を使って昔はずっとサウナに行ってました。きっかけはそうですね、僕の前任の月曜日の担当だった元弘さんという方がいらっしゃって、彼経由でちょっとお声掛けをいただいて、働くように熱波するようになりました。なんかありがたいことにこういろんなところで最近仰ぐようになってきたんで、最初の頃はですね、おおどこどこ決まったんだよかったじゃん頑張れみたいな感じだったんですけどね、最近はみたいな、
今度ここ行くんだけど、みたいな。ちょっとなんか、まあもうちょっとこう、多分家にいて寄ってるのは多分あるんでしょうけど、まあでも基本的には応援してくれてるかなと思います。まあでも、家にいるときは本当に家族大事にしたいとか、まあ、なんだろうな、その誕生日の祝いとか、毎月なんかちょっとお祝い、ちっちゃいのやったりもするんですけど、そういうのはすごい大事にしてて、なんかそこはなんとかこう、バランスというか、ちゃんと取って、全部、なんか欲しがりなんでしょうかね、全部やりたいなって感じなんですけど、多分、まあ家族の理解というか、なんかその応援なかったらさすがにできないかなとは思うんで、そこは本当に感謝だなと思います。アウフグースとか、まあサウナを通じて、お客さんとかいろんな人とつながるみたいな、そういう体験が個人的にはすごい好きだし、お客さん同士もそういうふうにつながってもらえたら、それはそれですごい僕自身も嬉しいし、なんかそういうことを考えてやってるので、まあ、もちろん体力的にちょっとしんどいなっていう時はもちろんないわけではないんですけど、なんかサウナに行くと、というか施設に行くときは元気になるんで、なんか逆にそこに行くことで僕が元気もらってるっていう感じなので、まあ、大変なこともなくはないですけどね、やっぱり楽しく元気にやってます。そうですね。まあ嬉しかったこといっぱいありますけど、やっぱりでも目の前のお客さんが普通にこうシンプルに楽しんでくれてるっていうのが一番嬉しいですかね。なんか今日来てよかったとか、また来週来るねみたいなことを言ってくれるのが、まあ、シンプルに一番嬉しいは嬉しいです。目の前のお客さんにちゃんと風を届けて、満足してもらおうっていうのを大事にしてるので、まあそれが一番嬉しいですかね。あとは最近で言うと、まあ、それこそレインボーのお客さんなんですけど、自分がこう仰いでるのを見て、その数を受けてくれて、自分もやってみたいって言って、熱波試験って受けに行ってとか、なんかそういうふうに自分がこう何かしら、その熱波とかアフグースを通じて影響を与えられたっていうのは、やっぱりすごく嬉しいなと思います。もうチャレンジはしてるんですけど、なんか最近はその、まあ普通のアフグースというか、以外にもそのユニットで新しいこう取り組みをしたりとか、まあ、個人でいうと今サウナリチュアルとか、そうリラックス系のプログラムとかを今やり始めてるんですけど、もうサウナって、まあ、昔でいうとこういわゆる熱波ですよね。ロウリュして強い風をこう届けるみたいなのが、まあ、いわゆるスタンダードなものでしたけども、まあ、今アフグースっていうのが盛り上がってきていて、でアフグースってもともとヨーロッパの文化なんで、向こうでこういろんな楽しみ方、まあ、サウナの楽しみ方の一つだと個人的には思っていて、まあ、それをこうジャパンというか日本にこう少し適用することは必要だと思うんですけど、まあ、その中でこう新しい楽しみ方をいろいろ提案していけたらいいかなと思ってますので、まあ、個人的にはなんか振り幅ある方が楽しいじゃんと、一日何回も受けてくれるんだったら、なんかこうあっちあっちもあればそうじゃないのもあればって、なんかそういうのはこれからもいろいろ試行錯誤しながらチャレンジしていきたいなというふうに思います。そうですね、もうでもなんかサウナ行き過ぎていて、もうサウナってなんか日常の一部だなって最近思ってるんですよね。もう普通にお風呂入るかのようにサウナ行って、で普通にこう例えば昔だったら大学行ってサークル行って友人と語るみたいな感じで、今だったらこの里もというかですね、サウナに行ってそこの皆さんとこういろいろ話したりとか、いろんな話コミュニケーション取って、それがなんかすごい自分のモチベーションにもなってるというか、日々こう頑張ろうって思えるところになってるので、なんかもうそこにあるものというか、自然に自分のなんかそばにあるみたいな、そんな感じですかね。サウナライトさんにとってサウナは自然にそばにあるもの。家族、本業、熱波すべてに全力で向き合い、力強く活動している。これからもその熱い気持ちで熱い風を送り届け、レインボー元八幡をさらに活気づけていくことだろう。今日もありがとうございました。お願いします。